西武で拒否し続けるとコッペパンコッペパンに聞こえてきた。おかしいの。あ、怒った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 本当だ怒ってる。普通の時はどうだったんだろう。普通の時は、あーなるほどね。こんにちは、土岡です。小ネタをねちょっと教えてもらいました。あとですね、結構隠し宝箱のコメントを結構してくれてて、これはねさすがに取っとかなきゃということで、ちょっと先に進む前にね、結構お残しがあったのでこちらちょっと取っていきたいかなと思います。なんかここも、ここも下の大穴で湯気が出た時にジャンプやってみよう。ほんと？おおこんなわからんわ、すごっ、すごこんな見つけられる人おんのさあ隠しがあるとのことだったが、ここも難しいよな隠しがな。こんだけ広いとさ、終わったよかったマジで。また教えてもらわなきゃいけないとこだったよ。これ何に続いてんの。別に何もないよね、隠しもなし。え、あれ、え、待って、あれ、なんかめちゃめちゃ、あ、ミスった、ミスった、マジか。ここってめっちゃ前のとこじゃね。今の横顔なんてセクシーなの。いやーなんかすっげー昔のとこ来ちゃったよやられた、これまたやられましたの。これ戻れないっしょ、もうやっべ、普通に落ちちゃった、意味わかんなくて。ちょっと待って、まさかここまさかのこれをやることになるとは。できました、40枚、これまでの最高記録だよ。まだまだ買える子、まだ買える子もらえないの、ひどいな。こんなところまで気づけばやってきました。だいぶ離れたとこまで来ましたけど、カントリーロード、ここがやっぱりここ合ってたっつってたな。どこ、あー、ほんまや、レッドヨシですみんなのあのコメント見たら分かったわ、なるほどな。こっちは下行ってないからちょっと見ましょうね。下は別に何もなしか、あらちょっと待って、下なんで何覚えるのか分かん、なんで倒れ、なんで倒れた、ちょっとおい、なんか新しいの来たえ、まさかの新しい敵いたわ、これはありがたいけど。カサカサアロエだって、アロエってほとんど水分なのに氷、アロエカサカサアロエカサカサって。さあここですよね、ここがお花2番目の上にあります。あれ周りの、こういうことか、おお、ほんとに皆さん説明がうまいですね、ほんとにありがとうございます。これで大丈夫だね、オッケー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 、今度こそミスらないぞ、うん、ここだよね、うん、よし、ちょっとミスらないように、うわ、オッケー、コオロギ羊羹、カエル仙人渡したなんかあるんじゃないの、よかったミスんなかったミスったらめんどくさいからなこれで、下側から行けばいいってこと、これで
大抵撮りましたね。いやめちゃくちゃめちゃんこ時間かかっちゃった。進み方でもこっちでいいのかな、よく分かってないんだけど。こっち行ってないよね、あれもしかして、あれこっちってもしかして上から行かなきゃこの人いないパターンダメじゃねえか、なんだ知らなかった。ようやくこっちまで来ましたわ、ようやくようやっと。またあったね、モンスターン探してるんです。渦巻きにいる、ちょっとようやくここまで戻ってきて、もうここまでもう30分かかっちゃったよ、めちゃくちゃ時間かかっとる。え、アリに会えって言ってる。でもなんかいろいろ行ける場所はありそうだが、おお、アリに会っていくの。おお、え、どういうことだってばよ。うわ、なんかペーパーマリオの砂漠を思い出すな。な、普通に敵と戦うやん。これか、めっちゃアリがアピールしてんだけど、なんやねん。ここアリについてけって言ってたよね。戦うんじゃん、もう意味がわからんよ、むず。ちょ、普通戦うんだけど。いかん、いまいち分かってない、システムが全く理解しとらん。いかんぞこれは。あ、え、なんか来た。え、なんか出て、なんか来た。どここれ、カントリーロードはカントリーロードか、なんか合ってんのかなこれ、やっぱなんか新しい場所来た。お、あ、待って、これはすぐに敵来い、めっちゃいる。おら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 、どけどけー。あめっちゃレベル17になりました、イエイ。もう攻撃上げとけ、攻撃ピーチも攻撃ずっと上げ続けてみる。やべ、これちょっとあんまりあんまりちょっと、これ戻り、これなんだこれ。スター探してるんだって、俺持ってるよ、400コインでどう。うわ高っ。スターってさっきのスターってこと、ここで使えるみたいな。いやどうしようかな、ちょ買ってみるか。何これ、おお、え、あ消えちゃった。こういうことな、もうあれですかね。おお、レベルアップ最高最高すぎる、やったでも400コインちょっと高かったかも。ウルトラファイヤーやったぜ。もういなく、なんだこれお金400、マジ400も使ったの。うわ、なんかいつでも使えるあのスターなのかと思ったらそうではなかった。お、なんだこれ、地上に出られるトランポリン、歩いて戻るよりずっと早いよ。今払わない、別にいいや、今地上に戻るつもりゼロです。なんだ、イエーイ、
これ何？これベロモミクジ50コインでどう？引いてみる。こういうのは大好き。この壁のベロームの顔3つ好きな順番に下から叩く。3つとも叩くとおみくじが出るよ。やっぱ真ん中からかな。でこうで暗いとこポン。どうでした？なんこれ。次の部屋の土管を降りると待っているのはたくさんのお友達かもしれない。何それ、お友達ってもしかして敵じゃねえだろうな。行ってみよう。ここ入ってみるか。ドキドキ、もう最悪じゃん最悪じゃん。しかももうなあ入ったいや外れだったな。おみくじ50払ってひどかったな結果。くそ、これは戻れるってやつね。お、隠しありだぞ。あそこら辺怪しいところはさすがにね、悪じゃないんで怪しいところにあると思う。そう信じよう。うん、ここだと思ってる。ここのどこかだと思ってるくっそマジかよ。あ、でもこのこことか怪しくない？あ、ここの上、この上、逆にあの上とかあるぞ。予想していこう。ここの上は乗れるのか。まずは、いやでもここからまず乗れそうだから。あれあれ乗れない。横にある、もしかして。くそ違った、まず1個違った。待って、あそこはちょっと無理かもな、このジャンプじゃ。マジか。あー、なさそう。マジ？そしたらもう本当にないよ。本当にないよ、これそしたら本当に見つからんよあの怪しいとこ、おっとあったあったわ。え、ちょっと待って、今まだあるやん。いや逆にワンチャン、あのこれの上とかあるから。くっそないんかい、ないんかい。並んでないかな。かでもここの狭い道に2個って結構な割合だけど、ここは何でもかんでもないとこか。変なとこにジャンプしてあるかもしんないね。これプロコンのなんかジャンプボタン壊れそうな気がする、やりすぎて。いやーこれ怪しいな、なんか変なとこにありそうじゃない？ここの乗ったこういう先とかにあるんじゃねえのもう大体なんかパターン分かってきたよ。でもそんなに極悪じゃないかな。くっそマジ分からん。いやー、こっちの上で乗ったっけ。待って、これむずいな、ここあったあったあった、こっちじゃなかったわ。これで見つけたわ、よかった。黄色いボードに乗ったら次の部屋、どの部屋に行けるかおみくじ次第。ベロームに会えたらあなたはラッキー。その先がモンスタウンだよ。ベロームなの？うん、お腹すいたな、なんか食べてみたいんだな。まさかまさか。ちょっと待って、回復は大丈夫？まさかベロームさんいらっしゃるんじゃないでしょうね。なんか嫌な予感嫌な予感がプンプンと。いたいた、久しぶり。おい、みんな美味しそうだな、なんだか食べたくなってきたんだな。いただきます、ベロー。
マジか。よう久しぶりベローム。さあどうしようかな。三人技、うーん、みんなを守ってあげる。うわ、守ってベールか。待って、ここは今攻撃をしたいとこだから、じゃあ、クッパに、あ、これでも見たっけ、これ見たな。ちょっと待てよ、ピーチに変えたらどうだ。ヒーローシャボン、なにこれ、弱っ。え、あ、嘘、ちょっと待って、入れ替えてピーチ、あー、なるほどね、病気も治しちゃう。あー、これ、うーん、病気も治しちゃう。オッケー、あー、さすが強いね、ピーチいいな。これの3人技は無敵甲羅スパイク、スターで無敵になった甲羅を敵全体ぶちかませ。おい、やってみよう。いつもの、いつものマリオメンバーですねこれ。え、すごっ、クッパにスター与えたよ。いいね、やりますな。うん、なんだな、オイラは味を覚えるとその人のコピーを作れるんだな。試しにやってみるんだな。みんなうまそうに見えるんだな。味を確かめるんだな。ああ、もう、クッパ食われた。硬くてはっきり言ってまずいんだな。ペッ、出来上がったんだな。おお、すごっ。ちょっと待って、これ、これちょっとさすがに読んだ方がいいな。何考えてるの、偽クッパ。偽クッパをポン。我が輩の城が。おい、おい、おお、クッパ同士の争い。こっちもまだ多分新しく変わってるよね。僕は食べてる時も幸せなんだな。山下清ですかね。よし、じゃあちょっと、え、クッパ食われたんでピーチに変えますか。みんなうまそうに見えるんだな。あんまんまんまん、うん、やっぱりこの味が最高なんだな。出来上がったんだな。これ何考えてる、マロちゃん何考えてんの。おい、なんだと思う。泣き虫にならないぞ。パパママどこにいるのかな。絶対やっつけたくないんだけど、かわいそすぎるが、やっつけます。ごめんなマロちゃん、不本意だが。また虹色シャボンやられた。さあこれマロちゃん終わったので、 G の変わってさすがに回復しますか。イエイ。でもちょっと待てよ、みんなうまそうに、ちょっと見たいね、渋めの味がするんだな。でこれでジーノが変わったので、何考えてる、ジーノは一体何を考えてんだ。ん、早くスターピースを集めなきゃ。めちゃめちゃ真面目、めちゃんこ真面目だったわ。よいしょ、ほい、オッケー。さあ、あとマロちゃんがジーノ見たんで、マロちゃんを、あとはあれか、みんな、お、マリオも、マリオも食われた。あと残りピーチだけじゃない。ちょっと酸っぱいんだな。お、マリオ酸っぱいらしいぞ。ちょっと、はい、ポン、どれどれ、弱点なし。おお、マリオ、マリオだんまり。何ですかこれは。おお、すごっ、マリオ同士の対決、これはなかなかレアじゃないですか。はい、よし。さあ、あとは
ちょっと待って、ピーチじゃねえじゃん、ピーチにやってくれよ、ザラザラしてる。ピーチじゃねえじゃん。あとピーチだけで見れるから全部見たいよね、やっぱどうせだったら。何やろう、んー、なんだな、そろそろお腹が減ってきたんだな、ご飯を食べに帰るんだな、ベロベロバイバーなんだな。なんだよ、ピーチのやつ見たかったな、ピーチだけ食わなかったよ。イエイヘイ。今度は襲ってこないよね、大丈夫。お、いやー、また会ったね、さっきはどうも。見てくれたまえ、そこのダカンデバ、相当に懐かしいじゃないか。いよいよ我がふるさとモンスタウンだ。じゃあお先に失敬するよ。お、いよいよモンスタウンが到着しましたかね。イエイ、すごっ、なんだこれ。あー、これがモンスタウン。おー、あー、これセーブなの。へえ。まさかのこれがセーブとは。はい、ということで、今回はここら辺で終わっておきましょう。一応ちゃんと見て回れたかなとは思います。自力でね、隠しの方も見つけられてよかったわ。ということで、じゃあ次回はこのモンスターを探索してみましょう。どんな冒険が待ってるんでしょう。よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。